ではですね、お時間ない方は、退出していただいて大丈夫ですので、お時間ある方一緒にストレッチやっていきましょう。はい、グローブ外して大丈夫ですからね、バンテージも。はい、いや皆さんすごいパワーだ。はい、ではですね、その場に正座して、はい、足前に、あ、手を前についてですね、お尻後ろにつけて、背中、皆さん忘れ物のないようにね。それからランチ食べる方もいるんじゃないでしょうか。どうでした？どうでした？行きました。どんな感じでした？いや、結構想像してた以上にハードですね。最初筋トレとかから入るじゃないですか。そうですね。あの時点でもうすでに疲れそうな感じですけど。いや、結構もうなんか足にめっちゃ乳酸溜まってる感がして、やっぱなんかがっつりこう下半身を鍛えることとかそんなになかったんで、結構これ来るなって思いながらで、上半身は殴るので結構運動するし。そうですね、でもなんか意外とそのなんか一番最初に教えてもらった通り、やっぱ肩からこう動かすようにこう意識してやってると結構下半身もちゃんとこう動いてるんですよね。だから意外となんか全身使ってる感じで、まあ、腕もかなり使うんですけど、それ以上にやっぱこの体幹のところとか、体幹のところとか、あとはやっぱひねりがついてくるんで、そのこの周りの何ですかね、シャキみたいだと。そうですね、そこも結構くるし、やっぱちょっと呼吸しながらの方がやりやすかったんで、呼吸しながらこうやってるとやっぱ余計にこの辺にくるっていうかっていうのもあるし、多少なりこう体重移動もするじゃないですか。はいはいはい、意外とずっと足も使ってるし、本当全身使うんだなって思って、想像以上に汗が出てましたね。なんか暗闇で全然気づかなかったんですけど、はいはいはい、意外とこんなに汗かいてたんだなって思って、結構もう後ろの方とか結構びっしょり、結構髪の毛が、髪の毛黒くなってびっしょり濡れてるくらい。汗かいたんで、本当なんか想像以上にやっぱすっごいこう代謝っていうか上がるんだなって思って、なんかすごい消費カロリーでかいって書いてありますけど、本当にその通りだな。いや、もう本当その通りですね。まあやっぱ初めてだったんで、はい、こうやっぱりちょっとずつこう休み休みやってた部分はあったんですけど、それでも結構しんどかったんで、でも真っ暗でやって、しかも音楽の中でやると結構気分も盛り上がるっていうか、ちょっと疲れてきててもそうですね、なんかだんだんちょっとその場に慣れてくるっていうか、やっぱ一番最初は緊張感とかもあって、はいはい、これで合ってるのかなっていう不安感もあったんですけど、やっぱ先生もすごい盛り上げてくれるし、やっぱ周りの人たちもこう必死にやってる姿とか見て、まあ、ちょっとなんかひよってる場合じゃないなって思ってやっぱりかこういう雰囲気の中だから頑張れるっていうか、追い込めるみたいなところもあります。そうですね、やっぱあの空気感ってなかなかないじゃないですか、だからこう自分にこう集中できるっていうか、あとは暗闇でこうやっぱりテンションが上がる音楽があって、はいはいはい、まあ、あとはやっぱ先生ですかね。盛り上げるの上手いですよね、やっぱりね。そうです、やっぱなんか頑張ってとか、もっともっととか、なんかできるよっていうのをなんか盛り上げてくれるんで、そう、頑張ろうみたいな、もうちょっと頑張ろうみたいな。あとこう適度に間にジャンプとかが入って、息は整えられるんだけど動きは止めてないみたいな、ね、そうですね、ずっとやってるし、あとなんかラッシュした後はちゃんと足の運動も入って、こう全身ちゃんと使うように考えられてるんだなっていう気がする。そうですね、本当なんかこう上手い具合にっていうか、なんかいい具合にずっとこう打ち続けるとかじゃなくて、ちゃんとこう全身のこう一回力を緩めたりとか、呼吸を整える時間があったりとか、やっぱそういうのがあるとこう自分もよし次も頑張ろう次も頑張ろうって思いながらできるんで、この辺もねやっぱ上手ですよね。そうですね、バランスはすごくいいなって思って、やっぱその追い込むだけじゃないところがその楽しくできるポイントかなってすごい思いましたね。またやってみたいですか？
いや、やってみたいです。これでも結構やってたらもうバッキバキになりそうですけどね。かなりきついですよね。そうですね。思ってた以上に。思ってた以上に本当全身使うんで、やっぱダイエットこう綺麗にダイエットしたい人、やっぱり筋肉をある程度つけながらでもちゃんと脂肪も落としたいっていう人にはすっごい向いてると思います。ありがとうございます。ありがとうございました。